僕が学んだ 10% ルール、もしあなたが個別株を買っていて 10% ルールを知らないなら、それはトラブルのもとです。弱気相場を生き抜く投資家が知っている一つの格言なんです。ルールは非常にシンプル。保有する個別銘柄が買った値段から 10% 以上下落したら売るだけ。損失を合理化し、いい株が戻ってくるのを待つようなことはしない。個別銘柄に手を出している投資家なら 10% 以上の損失が出た後にプラマイゼロに戻すのは難しいことを理解しているはず。例えばあなたがある銘柄を50ドルで購入したとします。その株価が60ドルに上昇した。しかしその後もしその株が45ドルに下がったら、 10% ルールをしているあなたは売却しなければならないんです。これには数学的な理由があります。大きな損失から回復するために必要な利益の割合というのはすぐに膨らんでしまうんです。先ほどの50ドルでスタートした株が45ドルに下落した時の例に戻ります。これ 10% の含み損。しかし45ドルから50ドルに戻すには 10% ではないんです。 11.1% 上昇する必要があるんです。もし株価がさらに下がり40ドルになり、 20% の損失が出るまで待ってから売るとしましょう。プラマイゼロに持っていくには株価が 20% ではなく 25% 上昇する必要があるんです。そこでもあなたは売らずに、さらに 30% 下落の35ドルになってしまって、そこから回復するためにはブレイクイブンになるだけでも 43% の上昇が必要になるんです。市場の下落が続けば 10% ルールはさらに重要になるということ。賢明な投資家は株を買う時と同じくらい売る時のタイミングが重要であることを知っています。ただし 10% ルールは個別銘柄にのみ適用されます。個別銘柄は市場よりもリスクが高いことがほとんどだから、もしあなたが分散されたポートフォリオを持つ長期投資家であれば、ボラティリティを乗り切る方がずっといいという研究結果が出ています。つまり 10% ルールをする必要はないんです。